皆さん、こんにちは。テクニカルの話、トロモリ口でございます。今日もテクニカル分析、日本株部速報、よろしくお願いいたします。今日は6月の2日の木曜日です。お題はこちら。 底堅い日本、インバウンドが急上昇ということで話をさせてください。今日の日経金株が並びにトピックス、えー、まずまず下がったんですけども、特に日経金株が底堅かったなというふうに思います。ファストリーの堅調とかね、あとは百貨店株なんかがだいぶ上がってましたので、この辺の紹介をさせてください。あと、今後の数の売買戦略で改めて各指数のテクニカル分析を行っていきます。ぜひ最後までよろしくお願いします。ということで、このチャンネルでは終わったばかりの振り返りを毎営業日夕方5時にやっております。明日もやりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速今日の終わりで確認していきましょう。はい。 えー、今日は3指数揃って下落となりました。日経平均が0.16%、トピックス0.63%、マザーズが大きく2.19%の下落ということで、まあ、日経平均トピックスはかなり底堅いというふうには言われていました。マザーズがちょっと心配ですね。日経平均値上がり値下がりで見るとほぼ拮抗しております。中でも目立っていたのはファーストリテイリングのプラスキーを1銘柄で54円押し上げていますので、まあ、これがなければちょっと心配だったなという感じではありますけども、これすごいですよねという形でこの後紹介をさせてください。あとはまあ高安、まちまちかなという感じです。で 今、インバウンドがね、ガーッと来てるということだったんですが、株単の人気テーマ3日間のランキングで1位にインバウンドが入ってきたということですよね。これなかなか面白いなというふうには思いますが、これが短期的に終わってしまうのか、それとも長期的に続くのかっていうのは今後ちゃんと見極めていかなきゃいけないところかなというふうに思っております。バイバイタキ見ていきましょう。トップがレーザーテックですね。今日は2.45%の下落ということで、まあ、全体的にはやっぱちょっと弱めな試合だったんだなというふうには思います。その後は、例えば海運なんかも高安、まちまちですね。で注目 のダブルスコープですよ、ね、バイバイ代金に伴ってものすごく大きく上昇しているということですからこれは注目かなと思います。ファーストリテイリングよりも大きいですよね。えー、どういう形ですグロス見ていきましょう。メルカリ。 7.11%の急落、昨日の上昇全部溶かしちゃったみたいな、なんかそんな感じですよね。その他もかなり不安定な動きが続いているなと思います。なんかこう2番底つけたと思ってもですね、なかなかこうパッとしないのがやっぱりマザーズなんでしょうかね。はい。では、個別株見ていきましょう。まずはファーストリテイリングですね。2.5%の上昇ということです。チャート見ていただいても、このような形でしっかりとした要請をつけ、75日線を超えてきているということですから、まあ、期待が持てるようなチャートにはなっているかなと思います。前回も75 2005年で1回下がってしまったので、まだまだ全然油断できる水準ではない。油断というか、楽観できる水準ではないんですけども、高値を超えてくるかどうかをしっかりと見極めていただきたいなと思います。で、えー、今日に関しましては、今日の引け後に既存店売上高の発表を控えていたにもかかわらず、強かったというのが結構意外だかというふうに言われていましたが、まあ、そのきっかけになったんじゃないかなというふうに言われているのがワークマンですね、えー。ワークマンはですね、既存店売上高を昨日発表しているんですね。で、えー、今日上昇しているとで、2ヶ月連続前年を上回るということが評価されたらしいんですが、 これがワークマンの既存店売上高の前年これが2.3%の増というところがこれですよね2ヶ月連続というのは確かに分かると確かに分かるが4月に比べて数字がだいぶ見劣りしているのでどうなんだろういいんだろう悪いんだろうか悪いんじゃないのっていうそういう見方もできなくはないかなと思いますでもそんな中でもワークマンは7.07%上がったということでまあこれに対して月次に対するなんていうんですかねまあ多少悪く出てもですねこれだけ安くなったんだからだいぶ安心して見れるんじゃないみたいなまあ そんな見方が、えー、このファーストリテイリングも出たんじゃないかみたいな、まあ、そんな報道があったので以上紹介をさせていただきましたで漢字のワークマンのチャットですけどもしっかりと要請をつけ75日線を超え前回高値も超えて、えー、ダブルボトムを形成したような形に見えますのでこれは期待できるんじゃないかなというふうに思っていますなので個別銘柄をとことん分析するマージン明日配信する記事なんですけどもこれはワークマンを取り上げていきたいななんていうふうに思ってます今のところこんな感じで点数そんな高くないんですけども、まあ、それそうだって感じですよね今まで株がだだ下がりしてましたから、えー、それに対し 対してこれが復活なるかってね過去のね株価から見ると天ンが達成したこの優良株超優良株で今も業績自体は安定してるし利益率もめちゃくちゃ高いんですけどもその復活なるかっていうところをちょっと探っていきたいなというふうに思っておりますぜひ楽しみにしていってください続いてダブルスコープ見ていきましょうダブルスコープですけども大幅促進で高値更新と国内証券が高評価継続で買い安心感にということで sbi 証券のね投資判断の会目標株価2000円だいぶ上ですねねが続いているということとあと子会社が韓国の 子会社が上場を予定しているこれもね、評価多分高くなるんじゃないかななんていう風に思ってますしまあ、それによって収益拡大もするあとは為替債益もね、えー、あるんじゃないかみたいなことで、えー、最近の株高が続いているということでございましたはい。でつい先日ですねこの辺の急落の時ですかねに日々公表銘柄に指定されたんですねやっぱ信用取引でだいぶ売買されていたからでしょうねそういう風うに公表された日はものすごい急落したんですけどもここだということで買いが入ってぐーッと高値を超えてきたっていう形ですから すごく強いですね。やっぱりこういったところでね、買える勇気を持たないとダメですね。はい。足られば行っても仕方がないので、うん、しょうがないということで見ております。メルカリ見ていきましょう。メルカリですが、今日は7.11%の下落です、えー。特に新しい材料はないんですが、プライムへの変更が6月7日に行われるっていうことで、昨日急上昇したんですよね。昨日日7%ぐらい上昇してで今日がまた 7%下がってるということですから、まあ、ここからスタートして、昨日の終値7%ぐらい上がって、今日7%下がる、まあ、ほぼ行ってこい状態になったと。十字線つけてそのまま戻ってきたと。でしかも今日25日線すら割れてると。一体何だったんだっていうね、えー、まあそんな感じでございます。今のところやっぱりまだマザーズ指数に寄与してますから、今日のマザーズ指数の下げをけん引してしまったっていう形にはなったのかなと。そして雰囲気も悪くしてしまったのかなということではありますが、まあ、他の銘柄も大きくやっぱり下げてますので、まだまだ まだ、ね、ちょっとと心配でですすねという形です最後、h 2オリテーリングですね。やはり、まあ、この月次売上高が好調というのは、ね、今のインバウンド需要の拡大なども期待されているようだということで水際対策緩和されたりとかもこれから出てきますからさらに、ねえー、その拡大、好調、業績拡大というのは期待されるんじゃないかなというふうには思います。たただだですよ、ただそのののインンバウンドの需要拡大っていうのは ちょっと一時的な面もあるんじゃないかなというところで、まあ、今回の急騰を高値掴みしないようにだけは気をつけなければいけないかなと思います。今までやっぱりず株価がずっと低迷していましたから、その分の修正というのは、まあ、あってしかるべきだと思いますし、まだバリュー感もあるとは思うんですけども、で株価としてはかなりこうグッと上がってきたところになっています。ね、これ、ボリンジャーバンドとか当ててみるとね、すごく上昇の形にはなってるんですよね。プラス2シグマを超え、えー、バンド幅が広がってで、バンドウォークが起こってという形にはなってはいるんですけども、 だからといって、ここで買っていいかって言われたらちょっと難しいですよね。しっかりと押し目を狙って、25日とかの押し目をしっかりと狙って、購入を検討していくのはいいのかなというふうに思いますし、まあ、他にもインバウンド銘柄ってめちゃくちゃ広いですからね。めちゃくちゃ広いだけに、まあ、経済効果も大きくなりやすいと思いますし、株価上昇の効果も、まあ、高くなりやすいと思うんですけども、その分だけ分散されてしまうということもありますから、そこも注意をして見ていきたいなというふうに思います。えー、今日はですね、週足の一目均衡表と、日足の一目均衡表でした、で、下 MacD で両方とも見ていただき いきたいいかなと思いますまずは日経金株価の週足チャートです。雲まで結構距離があるんですが、転換線基準線の上にいるっていう形ですね、になっています。ただ、MacD はゴールデンクロスの状態が続いていて、えー、ここが今週は要線が立っているので、このような形で上昇が広がっているという形です。これを冷やしにしてみるとこんな感じですね。まあ、上の方でなんとか耐えているって感じですね。雲の上、転換線基準線よりも上にいるっていう形です。MacD もシグナルが0ライン超えてね、ちゃんとプラス圏で全部推移してますから、まあ、今日要線つけてますし、マイナスですけども、かなりそこが耐え なというそこが,、えーまあ、がたいなという印象を受けております。 続いてトピックス見ていきましょう。トピックスがですね、週足の一目均衡表だと、今、雲にね、ちょうど一回タッチしてから、上髭で抑えられてるっていう形なんですよね。なので、まあ、ここを超えてくるかっていうところがすごくポイントになってくるんじゃないかなと思います。えー、ちょうどマックリーもゴールデンクロスが起こったところですから、雲に抑えられてしまうとあまり意味がない横ばい圏のままっていう感じですが、雲を超えてくるとしっかりとプラスに触れてくるかなというふうに思います。それを踏まえた上で、冷やしの方を見ていきますと、このような形ですね。冷やしを見ていくと、雲が下にあって、雲がサポートしてくれそうな感じ。 栗のシグナルもギリギリゼロラインを超えるか超えないかというところまで来ているということですね、チ、え、コ、ー、スパも超えてますので、まあ、今のところはポジティブに考えておいてもいいのかなと思います。ただ、日経平均とトピックス、両方言えることですが、この後に雲の上限がこう下がっていくんですね、サポートの線が下がっていってしまい、まあ、今週末、雇用時計とかもありますから、そこはちょっと注意と、ポイントとして押さえておいてください。うん え最後、マザーズですね。マザーズも週足から見ましょうか。週足から見てもですね、まあ、あんまはっきりとしたものは特にないんですけども、転換線よりもかなり下にいる、基準線よりもかなり下にいる、で、雲のねじれも特にないんですけども、日足で見てみると、こんな感じですかね。雲のねじれがだいぶ近づいてきて、6月の7日なんですよね。えー、なんで、まあ、来週あたりちょっと大きな動きがまたあるかもしれないといった感じです。目先はですね、1回、2回の底に対して、で、ここはまあ、一番高いところ、この高値をしっかりと超えてくるかどうかに注目かなというふうには思います。まあ国もゴールデン クロスのままただ今日でヒストグラムがちょっと緑色から薄い緑に変わってしまった上昇の勢いが鈍ってしまったというところですから上昇続くかどうかそして攻めて横ばい圏維持したままですねこの辺がぐーっと来た時にまに、あ、来週再来週あたりに地高スパンが株価を超えてくるともしかしたら上昇に転換する可能性があるかなとできればこの辺で雲にぶつかる超えるみたいな感じにならないと雲が分厚くなりますからね抵抗がより厚くなってしまうということも押さえておいてくださいはいではお知らせを入れさせてください先ほどお話をしたワークマンを分析中という個別銘柄のとことん分析するが ですね、来週というか明日ですね明日記事をあげますのでよかったらチェックしておいてくださいよろしくお願いいたしますまた書店購入キャンペーンねずっと続けておりましてこちらぜひぜひお申し込み検討してみてください本屋さんで購入した方あとはインホンサイトっていう本屋さんの売り上げに貢献できるインターネットで購入した方もしくはまあ発売日前に事前予約していた方が対象になっておりますのでよかったら記事の方をご覧になってみてくださいでこれが3月の四季法最新エクセルが届くよっていう形だったんですけども6月でもやるよってことをやりたいと思ってますまたちょっとまた特別な違う形 私たちでのなんかご案内をできるかなというふうに今ちょっと今考えてるのでそれが固まり次第また皆さんにもお知らせをさせていただければと思っておりますよろしくお願いしますでは今日はこんな感じで終わっていきましょう今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンまた明日以降もご時目標で交渉をしていきたいと思いますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら